日本一アイテルマンチャンネル始めていきたいと思います。7月23日日曜日、はい、今日は定休日ということですけれども、なんとね、昨日ね、元アルバイトをしてくれてたね、後輩の子からね、ツイッターでリプが来て、なんとね、坊主さんっていうね、なんとか選手権っていうね、ネタをわーっとね、やられてる、ツイートされてる、まあ有名なね、ツイッターら、まあフォロワー数は180万人なんで、これどれぐらいの数字なのか調べたら、まあ日本国内で言うとですね、まあ約100番前後ぐらいのフォロワーを誇る、すごい人がやってる選手権の、今回のがですね、一番撫で方の人は誰だ選手権っていうのがね、あって、私なんかエントリーをね、してくれ、推薦してくれてた人は何人かいらっしゃったみたいで、店長これ最優秀ありますよ、みたいなね、リップをくれてですね、うわーっとね、マジかーと思ってね、ドキドキしてたんですけれども、まあそれのね、まあ結果が出たということでね、早速、ね、リップで、後輩からのリップで気づきましたけれども、なんと私、一番撫で方の人は誰だ選手権で、最優秀賞を受賞しました。わー、はい。で、2位が金賞が、まあね、ジャニーズベストの浜田ね、高弘さんということなので、なんとね、大本命の、ジャニーズのね、浜田さん、桜井翔さんを抑えて、なんと私、素人ですけれどもね、なで方界の、トップに、なりましたということでね、坊主さん曰く、世代交代が起こりましたということが書かれておりましたけれども、はい、こんな感じですね。はい、というわけでね、世代交代が起こりましたよって言うんですけども、まあ、年齢で言ったらね、私の方がはるかに年上なんでね、なんか非常に恐縮なんですけれども、うわぁ、めっちゃ嬉しいなということで、なんとね、なで方日本一のね、タイトルをね、ゲットしまして、もう公式に、正式にね、なで方日本一を名乗ることができるようになりましたということでね、いやぁ、嬉しいですね。日本一のタイトルというのはね、なかなか、得られるもんではないと思いますのでね。まあ、何の世界でも日本ね、一番になれみたいなね、教えを、日本一になれみたいなね、教えを、してね、してもらって、お母さんからしてもらってね、じゃあ、自分はテトリスが好きだから、って言ったらね、テトリスを極めて、テトリスでね、日本一になったね、同業者のね、大先輩がいらっしゃいますけれども、まあ、それと同じようにね、私も、なで方でね、日本一になることができましたので、まあ、何の世界でもね、一番になれるっていうことはね、相当な運とかね、なんかいろんなタイミングとか環境とかね、まあ、いろんなもう幸運とか、まあそういうのがね、合わさってないとね、日本一にはなれませんので、あ、ついてるなと。やっぱりね、まあこの商売始めて17年、いろいろね、自分ではね、なんかそんなに突き抜けてね、ラッキーはないけれども、本当にやばい時にはね、ね、そのまま、お生きになられずにね、なんとか生き残れるというね、背水の陣を引いたときはね、死なないで、なんとかやり過ごせるよっていうね、非常にね、ラッキーだなとは思ってたんですけども、相当ね、日本一になりましたので、相当ね、ラッキーな星のもとにね、生まれてきたということでね、なで方にね、日本一のなで方に産んでくれたね、母親、両親にね、感謝を申し上げますということでね。はい。でね、その、坊主さんのね、このネタのね、ビュー、ね、再生数って言ったら、まあちょっとあれがありますけど、ビュー数ですね。リツイートが、1739で、いいね数が 2.3 万、で、859万ビューということなので、結構ね、もう、影響力あるなという数字だと思いますので、で、他の坊主さんがやってるね、なんたら選手権っていうのをね、見てみたんですけども、ここまでね、バズってるのもあんまり少なかったんで、まあ、100万とか、ビューで言ったら、100万とか何十万ビューとか、ね、200万ビューとか、そんなんが多かったんですけども、まあ、1000万に迫るビューっていうのはね、あんまりそこまではなかったので、まあ、なで方っていうワードは結構、結構ね、パワーワードなんだなっていうのをね、コメント欄とか見てても、あとは、なんだろうな、YouTube とか、TikTok とかをね、まあ、自分でなで方 TikToker でやってますけれども、まあ自分がやってて思うのはやっぱなで方っていうのは結構パワーワードで、なで方の人でなで方結構ね、
ネガティブに捉えてるけれども、撫で方であることになんかプライドを持ってる人って結構おるみたいで、まあなんかそんな、ちょっとなんか気持ちはわからんでもないけど、せっかく撫で方なんやから、ね、一番になりたいよ、みたいなね、ところはあると思うんですけれども、まあなんかそういうのがあるみたいで、結構ね、撫で方って、バズりやすいね、ワードというか、テーマなのかな、というのを、このね、坊さんの数字からも、学び取れましたよ、というかね、まあ自分自身も、撫で方を使ってね、まあバズらせた方なんで、まあ、改めてね、撫で方のね、ワードっていうのはすごいなと思いましたという感じでございました。はい。でね、とうとうね、まあ、TikTok の中では、浜田さんね、桜井翔さんで、私で、日本三大撫で方ってね、呼んでくれる方もね、いらっしゃいましたけれども、これ公式にね、正式、ほぼ、この坊主さんなんたら選手権っていうのはもう、正式みたいなもんですからね、公式みたいなもんなんで、これで、浜田さんに勝っちゃったんでね、これはなんかコラボあるんじゃないかなと、なんかね、結構業界人の方も多分見てるね、いろんな方が見てるアカウントだと思いますので、これ結構認知が広がったんじゃないかなと思ってね、今後なんか面白いことがね、もしかしたら起こるかもしれないし、まあいろんな反響があるかもしれないし、まあこのタイトルはずっとね保持して使えるので、個人的にもね、もう履歴書に書けるぐらいのねネタだと思いますのでね、本当に今後ね、使っていきたいなと思うし、まあ来年以降の求人になんか使えないかなとかね、思ってみたりしますし、まあ、今後のね、反則活動というかね、まあ今回でだいぶ認知が広がったと思いますので、これがどれぐらい集客にね、まあ実際生の撫で方をね、見に行きたいみたいな感じなのが、感じの方がね、どれぐらいいらっしゃるのかなというのがね、ちょっと全く未知数なので、で特にたまにね、たまにというか、まあ、TikTok とかでバズってますけれども、まあ、結構な数字バズってるんですけど、まあ、直接なんかね、うわぁ、儲かったーっていうのはないんでね、まあ、たまにね、ご来店くださった方がね、あ、知ってますよーっていうのでね、まあ、ほっこりするぐらいの感じなんで、まあ、そこまで、これがマネタイズできるとは思ってませんけれどもね、なんか、TikTok、YouTube に続いて、Twitter の方でもね、バズれたということで、これは結構でかいなと。ね。まあ、インスタの方でも、ショート動画だったらね、ミリオン動画作ったことがあるんで、インスタ、Facebook が回っていて、インスタ、TikTok、YouTube、で、Twitter とね、まあ、重たるね、まあ、主たる、SNS でね、バズれましたので、これ結構でかいなと。で、今回はタイトルということでね、でかいなと思いましたので、わぁ、ちょっとね、これからどんなことが起こるのかなと思う。で、まあ、それか、結構ね、なんたら選手権って、回転が早いんで、こう、埋もれていく、ね、パターンかなと思ってね、2日ぐらいで、ね、2日目で約60万ビュー、ね、回っておりましたけれども、これもなんか頭打ちかなと、もうすぐね、1000万ビューぐらいいくかなとね、いうぐらいの、ぐわーっという勢いがあったんですけど、まあ、その分ね、新しいのがどん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 出てきて、なんたら選手権っていうのが出てきてるから、そんなに遡ってね、見る人っていうのはあんまりいないと思いますので、まあまあこんなところで終わりかなって思うけど、まあね、結構、拡散力のある数字とね、まあその、坊さんっていうアカウントの選手権っていうのはね、有名なのと、まあ撫で方っていうね、パワーワードと、まあそれプラス、素人がね、浜田さんに勝ったっていうのでね、結構なね、センセーショナルというかね、インパクトがあったと思いますので、まあこれが今度ね、TikTok の方で、ツイッターでいただいたね、このタイトルを使って、どんなネタしようかなっていうね、ちょっと新たなステージというかね、新たな武器をいただいたので、もう一発ちょっとこれをね、逆輸入して、TikTok の方でね、なんかできたらいいなと思うんですけどね、今のところちょっとまだね、ネタが思いついてないので、ちょっと保留しとこうかなと思いますと。あとは、アナログのね、反則活動の感じで、花火大会ね、今度あるんで、亀山はどうかわかんないけど、海峡花火大会とかは結構ね、他府県からもね、わーっと来るので、まあ、そこら辺でね、まあ、亀山と、まあまあ、あとはお盆の時期もね、重なるから、まあ、亀山はちょっとスルーして、8月の、ね、中旬ぐらいにね、アナログの反則活動で、どんとこのタイトル使ったね、反則活動、まあ、大体カメラ撮って拡散してもらえるようなやり方をちょっとね、仕掛けたいなと。ね、
ちょっとニヤニヤしながら考えておりますよという感じでございます。はい、というわけでね、なんと、慣れ方で、日本一ね、なれましたよということなんですけども、まあ残念なのはね、今年44歳になるおじさん、初老なんでね、これがね、20代後半とかね、せめて30代ね、前半とかだったらね、うわーっといけたんだろうけども、残念ながら年齢がネックなのがあるのはね、自分で自覚しておりますので、もっとね、早い時期にね、あと10年若かったらなぁとはね、どうとでもなんかいろんなやり方があったんだろうなぁと思うけども、まあしょうがないからね、まあ今が一番ね、若い時ですからね、もう生きてるね、私の人生の中では今が一番若いわけなんでね、まあしょうがないなぁと思いながらね、あと10年、あと10年若かったらね、これが20代前半とかだったらね、もうウェイって言ってからね、こうなんか、売れたかなと思うような、ね、ネタなんですけれどもね、まあ、これいかんせんね、44歳なんでね、あの自重しながらね、なおかつ、まあ、感謝の気持ちでね、いっぱいで、ね、ありがたく使わせてね、細々と、なんかね、ネタで使えないかなというレベルで、しとこうかなと思いますね。まあ、これ調子乗ったらね、調子乗れないけどね、まあ、調子乗って、おじさんが調子に乗るっていうのが一番痛々しいのでね、あんまり痛々しくならないように、ね、バズってね、このバズりをね、なんとか商売マネタイズにね、1円でも、ね、10円でも100円でも、ね、500円でも1000円でも1万円でもね、多くねマネタイズできたらいいなとね、まあ、そっちの方ですね。はい、というわけでね、日本一になりましたというねご報告でございました。はい、というわけでね、坊さんね、選んでくださってありがとうございます。まさかね、ちょうどいいね、浜田貴博さんとのね、このいい撫で方のね、角度の、こうね、並んだ写真だったのでね、結構インパクトある、ね、ツイートだったと思いますので、ただただね、感謝申し上げます。ありがとうございました。という感じでございました。はい、というわけでね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、終わります。